あの藤森さん紹介します藤森祥子「家事を取れ」「ギャラリーモモプロジェクトい、えー、きますねえー、っと六本木ですねギャラリーモモのギャラリーモモって両国と、えー、六本木にあるんですけど、えー、っと六本木の方のですねで藤森さんも僕昔から知ってて藤森さんがそれこそ学部からなんだけど林地方と同級生だと思う でもう10年ぐらい前から知ってんのかなもっと前かもねもしかしたらまあそれぐらいから知ってるんだけどすごい良くなっててあの良くなってたんで紹介しようと思ってでね藤森さんはね、えっとねプリントあールから見ようかなこれだ 86年まであそうなんだ年近っえー、っとね群馬青年ビエンダーレとかに入賞してるよっていうことですねえー、っとねいいやあの、ね、藤森さんねこれねこれすごい面白かったんだけどあのね17歳の時にねお父さんにねお父さんと2人でね <laughs> ルーブル美術館行ってんだって僕これびっくりした。 だからお父さんすごいよね。まあ、美術好きだったらみたいなんだけど好きだったっていうかそういうなん,かおなんかミュージシャンになりたかった人らしくてそれもいい話だよね。でえー、っとこれかな。あこれだな。でえー、っとえー、っとでえー、っとね <laughs> えーっとそこでこれね。 これなんとなく構図的にわかると思うんだけど、えっ、ー、とね、ジェリコーですね。えー、テオドール・ジェリコー、ね、でのメデュース号ですね。えー、メデュース号の、えー、あの絵ですよね。ねこういうやつを <laughs>、ねえー、見てすごい感動したっていうふうに書いてあるのね。で、これ、ああ、なるほどなと思ったのね。で、藤森さんってちょっと終了制作の時見て以来、僕何してるかは僕あんま知らなかったんだけど、 ややらられのの両国の方では個展やってたらしい僕両国はねまであんまり行かないからあのー、見てなかったんですけどすごく良くなっててびっくりしちゃったあのー、やってあのまあいろいろ仕事しながらね頑張って続けてるみたいですごいなーと思ったんだけどやっぱあの才能あるんだなーと思いましたねあのー、すっげえ良くなってたあのー、昔から知ってるから何とも言えないんだけど良 <laughs> くなってたから紹介したくなったんだよねあのー、で あのなんていうかなやっぱりね、その原始体験がちゃんとあるってすごいよね、だから17歳でさ、17歳ってまあ超思春期じゃん、その時お父さんと2人でさ、お父さんが連れて行ったわけだよね、でお父さん、多分だから、あそうそう、お父さん、すごい、多分まあ、っていうか、英語ができる人なんですよ、だから、あの、連れて行って、でもなんかずっとなんかその写真は不機嫌な顔してるって言ってたけどね、藤森さん、あのその当時のね、自分の写真を見たらね、だからお父さんと2人だけだからね。あの <laughs> まあそれはそうなるだろうなと思うわけだけどうんでもねあのこれはねちょっとねあでもこれいろいろねいろんなことをすっごい考えてまあ昔からそういうタイプなこれねこれアディダスの帽子かぶってるね今気づいたけどねそうだねこれいろいろあるでねあとねこれねこれはねこれこれさ何してるかっていうとねこれ僕はねあのフェルメールみたいだ でって言ったんだけどまずはねこの光がねなんだけどこれは何をしてるかっていうとこいつがこいつね占い師みたいなやつなわけよでこいつはジェンガーをねジェンガーのこれを抜いてるわけねこの人でえこれは何をやってるかっていうとこの指輪を抜こうとしてるのよわかるであの「イカサマ師」ってさあのー、いう作品の系,系統があるでしょあのあれカラバッチョが有名ですよねこうやって背中でこうピッてこうやってやるやつ ね、背中でキュッとこう渡してるやつあるんですけどねあのまあ「イカサマシってあの国立医療とか言ってください誰の作品があるか忘れちゃったけどあいっぱいありますよいっぱいはないかあのでもあの系統としてすっごいあの強いモチーフなんですね「イカサマシってねすごく面白いんだけどえっ、ー、とそのその「えー、そのイカサマし」をこうコンセプトにしてるわけねこれね,ねで抜いてるわけ、ね、ほらでここに、ね、薬があるのよ実は睡眠薬だろうねこれ。 で、ここにこにれに入ってるんだろうこれはどちらの飲み物なのかわかんないんだけど、ね、だからこれどっちがイカサマしかよくわかんないんだよなっていうような作品なんだけどこのね表情とかも非常にいいですよねこっちはブワーッとこっちに集中してるわけよでもこいつ実はでもさこいつさどれに集中してるかわかんないんだけど、ね、ここを目線がこういうふうにねこういうねでこいつはこっちの画面の方をバーンと見てるわけじゃんねこれはね あの藤森さんらしいよね。だから藤森さんってものすごい構図を考える人なんですよ。で、これね、これね実あこれちょっとね、アップにしないとわかんないけど、毛とかもね、すっごい上手。だから、もともとね、非常にね、絵が基本的には上手な人なんですよ。で、えっ、ー、と、ここね、ここ、ここの、こういうところに、ものすごい血管が出る。この血管書くのが好きなのこの人フあの、フェチなんだと思うんだけど、血管。血管をこうかなり書く人なのね。で、このね、えっ、ー、と、 あの明暗ですよねこれをかなりねコントラストものすごいつけるっていうかねあの独特のね色のねあの強弱のつけ方っていうかねがねものすごい独特なんですよでこれが彼女のまああの絵の特徴なんだけどそれがねちょっとね昔ね目についてたんだよねすごい目につく感じだったのなんだけどこのね髪の毛とかのねあうまさとかねああうまいんだようまいんだけどそれがねちょっとね余計なものに見えてたんだけどそれがねかなり調停されてきたね これで構図とかね目線とかそういうものがね、えー、見えるようになってきて後からこういうところにディテールにね目がいくようになったのよ昔ねこっちにね先にね目がいっちゃってたんですよこの皮膚のあの薄さとかねそういうところに先に目がいっちゃってたんだけどあの、えー、それがねなくなって非常に良くなりましたねとっても良くなった力が抜けてきたんだと思うなうんでそれによってねこ,うこ彼女独特の構図みたいなものもはっきりしてきたしね あのすすごくいいですよああこ,この人構図の作家なんだなという感じになってきたね僕はね。うん、あでこれこれ面白かったあのね一時期あの仕事でフォトショーを使うことが多かったみたいでフォトショーの方にねあのデジタルでエスキスを起こすっていうことをやってたらしくてまあ今もやってるんだと思うんだけどねあのそれがねちょっと強く出過ぎてた時期があったみたいだけどそこを最近抜けてきたんですみたいなことは言ってた。で それはね、あのー、面白い形でこれ出てますよね。えー、っと、このブラシストロークみたいなのがここにこういうふうにあってですね、こういうふうにね、ちょっと待ってね、はい、ブラシストロークがこういうふうにあってですね、ここね、こういうふうに、こうあってね、で、これがさ、背景とさ、ね背景とこの空間みたいなもの、この間のピューとか入ってるわけじゃん。で、ここ色がついてたりとかさ、これと、 あのここにストロークみたいなのがあるじゃん。こう消えてたりとかね、この人が。ね。で、そういうのがね、ものすごく構図として重なってるわけね。これが手がこうなってて、こいつがこう、色がこうなってるんだけど、色がね、色が変わっちゃったら、これはなんか圧迫されてるんだと思うのね。だから、圧迫なんだろうね、多分ね。よく考えたらね。あの、この血液が出てくる、あの、血管が出てくるっていうのはね。そういうことなんだと思うんだけど、これ面白いですよね。これ僕、すごいいい、これはいい作品だなと思った。なんか、いろいろ分析したくなるっていうかね。 これじっくり見ると面白いと思いますよ。ここ矢が刺さってるね。これどこに刺すってるのか分かんないんだよ。ね。このさ、微妙な空間性みたいなものがさ、のズレだよね。っていうものがね、あの、ものすごくいい方向に出てますよ。はあ、これは面白い。ね。これでね、手だけおばあちゃんみたいな手してたらね。あの、なんかね、手のシワもなんかね、異様に深く書き込むんだよね。これ癖だ、単なる癖かもしれないんだけど。 こういうところとかもね、ちょっとこう、読み込みたくなっちゃう何かがありますね。うん、これとこう、怖いけどね、赤くてね。うん、いやいい、いい作品ですよ。こういうバラだね。こ,これはまあ、ストロークとかですこういうのね、あの上からこう、垂らすようなね、ドリッピングみたいなしてるんだと思ったけどね。うん、ここかっこいいですよね。ちっちゃい作品ですけどね、これ。うん、これはね、いろいろ肌の色とか、こういろんな感じで。えー、っと、ちょっと戻ろうか。はい。 でねねこれねなんかね最高の笑顔をなんか描きたいと思ってこれ描いたんだってで「<laughs> 全然最高じゃないじゃん」っつったね「めっちゃ怖いじゃんこの笑顔」って言ったんだけどこれ怖いですよねこの笑顔っていうかさなんかこれ何描いてるのかよく分かんないんだよね俺これでさこれここにさ銀歯とかこことかここにあるったりするじゃん こんなに肌なんかこなんか青いのがいっぱい透けててさでこうこうやってるわけよね <laughs> これ最高の笑顔かねやっぱ俺藤森さんやっぱ行かれてるよねちょっとね <laughs> 感覚違うよねうんこれいいなと思いますこれはいいんだけどこれはこ,ここだけ見たら最高っぽい感じするね だけどこの手のさこれほらさっき言ったでしょ手すっごい特徴的でしょ実はねほとんどないがこの手なんですよつるんとした手描かないのだから血管を描いたらこうなっちゃうのかな手ってめっちゃ怖いのこれこの人の手なのかどうかもよく分かんないみたいななんかねも,もうめっちゃ奇妙でしょうんなんかねこのね奇妙さがね昔はねなんかねあの丸坊主の人,あの人間とか描いててなんかねであと救急車とかね あの死体みたいなのを描いたりしてたんだけどそれちょっと直接的すぎたんだよねでねそれなくなったからねめっちゃいいと思うなこれこれ,これなより怖くなったっていうかねその根源的な恐怖があの何て言うかな直接的に来ますよこれうんでかなりね脂の,の多いとかいあかねあのつるっとした絵なんですよ平面的に見えるんだよねあの面白いですよ なかなかかはいっていう作品でしたはいで藤森さん僕ねすごい良くなってね良かったですね,ね86年生まれかもうそんな年か藤森さんもそんな結構年近かったんだなっていうことは俺だいぶ若い時に会ってるわまあ10年10年以上前だな多分な全然若い若いっていうイメージだったもんな俺あそうかやっぱねでもね アートっってやめななかったらねよくなるねくる <laughs> アーティストって辞めなかったら絶対よ絶対とは言わないかよくなる人多いねあのアーティストは辞めないことってすっごい才能だからね本当にうんいやでも本当にね藤森さん久しぶりに見れてすばらいよかったあのー、ちゃんと見に行きますね両国でも <laughs> はい えー、素晴らしい作品でした、はいえー、藤森亮あ翔子さん、えー「家事を取れギャラリーモ,モプロジェクツ」ごめんなさいこれモ,モまでで返してもプロジェクツ六本木の方ですね、えー、で展示されておりましたはい、えー、以上になります、はい、ということでね、えー、皆さんいいねおよび、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたしますはいえー、ね